こんにちは、ケイスケです。新年が明けたと思えばすでに2月に入ったパリ市内です。今僕はオペラ通りをオペラ座の方に向かって歩いています。まだ屋根の方かなり、このオペラ座ガルニエ宮は屋根の防水性に問題があったようで、2021年7月から修復工事が行われています。珍しく今日はうっすらと青い空が広がっていますが、明日からまた雨のようです。さあ、パリの観光客数は順調に回復しているようです。寒い空の下、その観光客を乗せたボートが橋の下を通り過ぎていきます。ちょっとまだ寒そうですよね。その橋の上で可愛らしい三輪自転車のカフェを見つけました。このお店可愛い。この後方に位置するドフィーヌ広場はとてもゆったりとしていて、まるでここだけが時間の流れる速さが異なっているような、そんな気分になります。こうして見ると一見穏やかに見えるパリですが、今フランスでは年金改革法案をめぐってストやデモが行われています。その日の夜、パリはまた雨が降りました。明日も朝から雨のようです。翌朝、小雨の中訪れた北駅です。人々が足早にスーツケースを引きながら駅構内に向かっています。この両脇に停車している真っ赤な車両のタリスは、パリ・ブリュッセルを軸にフランス、ベルギー、ドイツ、そしてオランダを結ぶ高速鉄道です。ベルギーやオランダから来る人々はこんな景色を見ながらパリに来るんですね。そういえば深紅の車両に記されたタリスの文字は近いうちに消えてしまうそうです。というのもユーロスターがタリスを吸収合併するためなんですね。合併はもともと数年前から計画されていたそうなんですが、パンデミックの影響でやや遅れをとっていた模様で、機会があればタリスの文字があるうちに写真を撮っておくのもいいかもしれません。ちなみにタリスの名前は消えてしまいますが、この綺麗な紅色は継続されるそうです。ロンドンに向かうユーロスターへと続くエスカレーターです。そのすぐ脇にあるポルにはパンを求める人々の列ができています。積み重なったサンドイッチはどれも美味しそうですよね。また移動してルーブル美術館の前にやってきました。こちらの鏡で覆われた建物、実は現在カルティエ現代美術財団がこの中に施設を建設中だそうで、その工事現場を隠すために設置されたそうです。2025年のオープンです。パレ・ロワイヤルに来てみました。こちらは庭園との境目にある廊下です。とても寒くて、今気温は5度なので誰もいませんね。ということでこのまま進んでいきます。どんなに寒い日でも、どんなに雨が降っていても、ここはカメラに向かってポーズを取る人々を必ず目にする人気スポットの一つです。寒い。今週はずっとこんな感じですね。コレット広場です。今日はさすがに寒いのでテラスにもあまり人が出ていませんね。ここ渡ってとても寒いのでどっかのカフェに入ろうかと。急にあるカフェを思い出しました。この中に行こうかと思います。創業1826年と記されています。
ここに傘を入れて、ということでこちらがこのお店のデザートのメニューです。このキャフェトレグモン、これ頼みますかね。3、2、1。こちらがそのカフェトレグモンです。白いお皿の上に薄く敷かれたカスタードクリームの上にあるのは、真っ赤なフルーツのソースに閉じ込められたフロマージュブランとフォンダンオーショコラ、そして軽く歯ごたえのあるメレンゲが乗ったレモンのタルトです。今回はエスプレッソにしました。ということでお店を出ます。やんだかな。あ、少しやんでる。その数日後、メトロ1号線シャンゼリゼクレマンソーに来ています。あれ、曇っていた空が少し晴れています。晴れてる。あちらがプチパレ、こちらがグランパレです。こちらはフランスの将軍であり政治家でもあったシャルドゴールの像です。いつ見てもきらびやかですよね。1900年のバンコク博覧会のために建てられたプチパレにはパリ市立美術館が併設されています。まだ修復工事中のグランパレですが、2024年のオリンピックではここでフェンシングが開催されるそうです。コンコルド広場のオベリスクを遠くに見ながらシャンゼリゼを横断しています。こっちの売店はお客さんが全然いないんですけど、でもこっちの場合こちらにはお客さんが並んでいます。何を売ってるのかなと思えばワッフルとクレープでした。あたりには甘い香りが漂っています。僕も何か甘いものを食べたくなってカフェに向かっています。今日はこのお店に入ってみようと思います。よく見たらこちらはドリンクのメニューでした。それにしてもとても素敵な雰囲気の店内です。この奥にもテーブルがありました。この回第2弾、こちらがこのお店のキャフェグーモンです。小さなオペラにフランボワーズとチョコ風味のマフィン、そして生クリームです。今回頼んだ飲み物はキャフェアロンジェです。居心地が良すぎて少し長居をしてしまいました。あと1時間もすれば夕食が始まる時間です。テラスはテラスで気持ちよさそうですよね。外はもうすっかり暗くなっていました。青紫がかったとても綺麗な夜空です。明日はなんとなく晴れそうですよね。その翌日、僕はカフェトレグーモンを食べたカフェの反対側の入り口に来ています。このヴェホとドダはこのパッサージを建設した金融業者と建築家の名前なんだそうです。この入り口の両脇には世界的にファンの多いクリスチャン・ルブタンのお店があります。以前見つけた面白い記事の中で、彼は一時期靴のデザインをやめて造園業をしていたとありました。大成功を収めている彼も1991年にブティックをオープンしたばかりの頃は
デザイナー、セールスマン、レジ係と全てを一人でこなしていたそうです。今日はこちらでお昼を食べようと思っています。とても評判のいいお店のようです。予約はしていないのでテーブルが空いていればいいんですが、大丈夫なようです。こちらがこのお店のメニューです。そしてこちらは本日のセットメニューです。まずはこちら、ミモザクリームを添えた長ネギのローストです。そしてプラはヘーゼルナッツとチョリスのクランブルを添えたキャベツの上に乗せられたタラの料理です。こちらのお店、グラスはリーデル、銀食器はクリストフルでした。パティスリーを見せてもらおうと階段を降りてきました。見れば見るほど迷うパティスリーです。とても美味しそうなチョコレートケーキにしました。最後に頼んだエスプレッソにはお店の名前がついたチョコレートも。ということでお店を出ます。とても素敵なレストランでした。ご興味があればぜひ。ということで、ご飯も食べたので帰ります。この大理石が敷き詰められた長さ80メートルの廊下は、白と黒のひし形が人々に奥行きを感じさせる効果を発揮しているそうです。晴れましたね。久々に見る青い空です。こんな日は日が暮れるまで外にいたい気分になりますよね。ビクトール広場までやってきました。ご覧の通り開放感があって僕が気に入ってる場所の一つです。今回はパリの2月の日々をご紹介しました。皆さんの今後のパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想お待ちしています。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。